どうもベッキムです。いつもご覧いただきありがとうございます。今日も張り切って日本の美味しいものを皆さんに紹介していきたいと思います。今日皆さんに紹介いたしますのは、うなぎの町であります岐阜県多治見市で世代を超えて親しまれる味を紹介していきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。それでは早速いきましょう。レッツゴー。今日紹介しますのは、岐阜県多治見市にありますこちらうなぎ専門店のうなせんさんです。うなぎ本来の芳醇な香りと味わいを楽しむ、これが多治見うなぎの醍醐味と言わんばかりのうなぎを提供しているお店です。こちらがこのお店のメニュー表です。この中から今回はうな丼の上丼を注文しました。一体どんなうな丼が出てくるのか非常に楽しみです。注文したうな丼が運ばれてきました。今回注文した上丼にはうなぎが5切れ入っています。こちらのお店では生のうなぎを注文後から焼き上げておりますので、一気にうなぎを焼き上げることでうなぎ本来の香りと味わいを最大限に引き出しているんだそうです。そしてお吸い物もついてきます。それでは早速一口うなぎをいただいていきましょう。うなぎを一切れ持ちますと、香ばしい香りがふわっと漂ってきて、より食欲がそそられます。こちらのお店ではどうやら関西風の焼き方をされているようです。うなぎを一口いただきますと、鼻に抜けるうなぎの芳醇な香りと、外はパリ、中はふわっという食感を楽しめます。そしてこちらのお店で使用されているうなぎのタレといいますのは、うなぎの味を最大限に引き立てるタレでございまして、創業以来ずっと継ぎ足して使われているそうです。そしてこちらのタレには毎日のかば焼きでうなぎの旨味が十分に漬け込まれており、決して他のお店では再現できないほど奥深い味わいへと進化しています。そしてこちらのお店では焼き方にもこだわっていて、うなぎの個体差を見極めてしっかりと焼き上げているそうです。そして今回はうな丼のご飯大盛りを注文いたしました。中盤になってきますと、もう少しタレを足そうかなと思いますので、卓上にはうなぎのタレが置いてあります。こちらのようにうなぎの上からかけていきましょう。うなぎのタレをかけることによって、よりうなぎの味がしっかりと引き出されていて、とても美味しいうなぎを味わうことができます。今回紹介しております岐阜県多治見市にありますこちらのうなせんさんというのは、開店前から多くのお客様でにぎわいを見せています。これからの季節、岐阜県多治見市はもっともっと気温が上昇してきますので、ぜひ暑さ対策を十分にしてこちらのお店を訪れてみてください。今回も美味しいうなぎを堪能することができました。最後までご覧いただきありがとうございます。今後も美味しい料理や日本酒など多数動画を配信していきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは See you!